熱に溜まるまでどのみちなんもできねえ。だから俺は熱意を徴収します。できる,できるもらいます。すまない。でさっきの機械優先シフトが資源のとこか機械優先シフト。工場 シフトだからこれかいやもう間に合わんよ資源生産量が減少するか労働力が減少するか疾病が減り熱の上あこれどっちもうわー有効っちゃ有効 9週かかるから、のろみちさっきの、この約束はあと1週しかないんで無理。まとめられません。だけど、研究はなんかしないと絶対もったいないので、待って、マイナス40が来るんだけども、熱関連あ、これ上あんのさらに。なんか矢印あるけど。研究済み。 いや、特にないか石油熱分配設備労働力がエグいんだよないや、なんだ労働力足んないからさっきの労働者シフトの労働力増やすやつはあ温室立ててねえんだよまだ研究終わったのにいやーこれやれることめちゃくちゃ多いね 考えることもめちゃくちゃ多いね。労働力が減少してほしい。だから、機械優先シフトでよかった。いいと思います。やってます。で、温室に、あれ、建てよう。なんとかなんとか、食料、残り684周。この、成分化温室っていうのが2箇所に建てられるね、今。 残りが555こっちがあこっちの方が多いんだここにじゃあ立てよう成分解温室疾病が増える今50取れてるんだけどプラス 70?70 70になるのか70になるのか70増えるのかどっちなんだろうね立てます ワーカー238なかなかだぞで研究が終わったらワーカー増えるはずなんで劣化劣化全般的に劣化度を下げる研究もありそうだよね工場 疾病、改修工場。これは工場地区か。全般的に関係するやつ。製材所。製材所取ってねえしな。あ、これこれか製材所なの、これって。今取ってるのって。 最終地区の木材。あこれ製材所かだからこれに今の製材所の何かを研究して建てると美味しいのか、えー、資材生産量がプラス 170? 疾病増える熱の需要も増える劣化度60の熱機械式かないや研究だったな マジこれフロストランドのこれとかやってる場合,合ではなかったねまあでも今一応今効果を発揮してるのか72%でなんか出てるとああこれかこれはキャプテンの存在が各家庭に生きていることの印としてのとの意味がちょっとよく分かってないんだけどもまあキャプテン自体がもう信仰の対象になっちゃってる感があるよね 我々は全員で一つかやめさせるかニューロンドナーズとフェイスキーパーズとは悪化するこっちはうんフロスランダーズが反対うんたまには全員の顔をつけ合わせよう結局なんか数で決めちゃってるな俺。 法律あ法律あってるであ何も言われなかったねあれあいやこれからかこれからここと言われますでももう研究すらしなくて間に合わないのでじゃあこれによってそっか法律によってもまた何かそっかこういうのがあるのか法律をすぐやるために評議会を即立てるってマジありだったんだな 町基本的必需品生活必需品熱飲収入が増加資源生産効率わずかに増加いやーなんか反対が多いメリットが多い俺にとってね俺にとってメリットが多い法案はやっぱり重いんだ反対が多いんだ これあの、信頼しか増えないから、あんま取る必要ないでし。ちょっとこっちはなんと、資源生産量多分全般的にってことだよね。増加するし、熱因も増えるから、ぜひとも取りたいんだけど、やっぱり反対。まあね、有料化だもんね。それは反対するよね、みんな。共同体奉仕熱パイプ管理者。奉仕免除。反対が多いな。 熱印収入増えるって結構重要だよね。日用品。日用品の需要が減少。日用品は今取ってないからさ、これ系あげても今しょうがないんだよね。生産効率も作ってないからしょうがないんで。やっぱ熱印が増えるやつが多分今一番効果がでかいんじゃないか。あと飯か、これ。最終添加物。 市民は穏やかな天気の間に食料を提供ちょっとずつ食料増えるってことかこれはこれでいいと思うけど食べれる何かを探すって話だよね訓練するって書いてあるからなんでこれに反対するんだろうみんなね覚えた方がいいと思うんだけどね、まあ、危険だと思ってんのかな試験に合格しリスクも許容範囲内と見なされた化学添加物を町として認可する 疾病が、<laughs> ちょっと待って。あ、リスク、ま、あそうか。ちょっとしたリスクは、まあ、許容しましょうってことか。食品生産効率が増加。これよくない食品。っていうのをさ、もうバンバン、可決していくべきだったね。疾病も今やばい。あ、さっき言われたね、これね。今、流行りも、流行り病が流行ってるから。 支援付き隔離ああなるほど住まいの需要が増加しちゃうけども隔離ああもういいっちゃいいなうーんでもなんかあの施設を1個建てればいいっていう前作の仕組みとは違うんだね全般的にその住居の需要が伸びちゃうんだこれは伝染病バッジああ病気してる人はちゃんと病気してますよって 表明しろってことかそうだよね。嫌だよね。私病気になってますって、なんか大々的に発表することになる。あとは社会。子供さっきやったでしょ。若者。どっちか選ぶっていう感じ。あ、え、選べるのあ、選べるんだ。さっきこの家庭内指定制度ってやったけど、 義務教育また別で選べるんだね。倫理、葬式か。収穫祭。収穫される。ああ、医療を支える。まあ、実験体にされるってことか。実験、その、研究のための。疾病減少。研究速度増加。まあ、いいことしか書かれてないけど、まあ、倫理的にどうなのっていう。 やつだねこれは反対がちょっといる正式な葬式まあ俺としてはこっちやりたいけどちょっとまだまだ、あ、今急ぎで欲しいのは何なのっていうねキャプテンの権力これなんか見た目が違うね統治っていうのはね誘導投票反対された未署名守衛の四国なんだろう 全般的に反対されてるこれなんか重要っぽいからその時になんか教えてくれるんだろうね最終的にはキャプテンと同じだけの権力を得られるすごいねとなると今必要なの何飯関連、ね、飯ってさどうなったえっと立ててたよね立ったあ23になったわプラスになった待って待って食糧地区今 生、えっと、分解温室を立てたことにより50が120になったんだよねこれ。あこれ緊急処でやめます。50が120になってワーカーは600人だったところが1000人になる。で資材授業が25のこっちは 資材はは変わらない熱量は30増えてる圧倒的に成分解式温室優秀ただしちょっとだけ疾病になるとああるね木がまあ、でも木が治るでしょ劣化が資材が足んないからだよねそれ系だなで資材に関してはまたこれにスロットに何か立てればいいわけでしょ製材上今何やってんだっけ だから、そのスロットに何か入れる系ってみんな優秀だわ。ダストタンクもそうだったし、この成分解なんとかもそうだから、そこなんだな。もう、ガンガンそれやってけってことだ。で、なんだっけ。えっと、研究って今のやってんの機械優先シフトか。で、これが終わったら製材所やろ。製材所やると、資材が増えるってことだよね、これ。 えっと劣化度そうかワーカーどんくらいいるんだ今180のきついなああ石炭増えてってるからダストじゃない方をちょっと減らしてワーカーを作ってでその資材にもう一個これなんだあこれ飯か でも段ボール箱のアイコンが資材だから、これもう一個取んないと、ここをちょっと伸ばしてさ、ブレイク、ブレイクやるための人材を、これ減らすしかない。300人、これで OK ね。ブレイクして、ここか。 無限のやつがあるんだよなで次取材取るか家と食料一応過剰って書いてあるけどね全然増えねえわ勝手に道が伸びてるでブレーク終わったらあでもいい 所でもそしたらあれか止めればいいんだもんね今1個石炭止めてるからそれと同じようにこれか止めれば熱もワーカーも返ってくるからそれでいいんだろうな資材資材資材つくよ もう一つついたあーすいません。<laughs> 信頼度低下。すいません。ついたついた。あ、違う違う,う。あ、やば。カチコチしてる。えっと、まず見に行きます。どういうイベント起きんのこれこれそれは何あ、それは石炭。 これなんだこれ枯渇ダスト炭鉱だからアイコンが押せない来たえー、火災発生そこをつく石炭炭鉱で火災が発生しました対応を講じないと地区の交渉を失ってしまいます救援活動に参加したフェイスキーパーズの何人かは 立交っていうた縦長のその横に掘ったんじゃなくて縦に掘っていった構造ってこと立交って絵の空気供給を止めて火を消すことで鉱山を救えると言っていますですがまだ脱出しようとしている子供の労働者がいます空気を止めれば彼らは死ぬうわー来たよこういう選択肢 子供が死ぬ残りの石炭が50パックにしようでももうないのよダスト炭鉱が壊れるもうないからいいよはい解体中でこっちに立てよう立ててないもんねえー、っと資源が足りる建材建材がやばい ダスト炭鉱は本部ダスト炭鉱が建材40だ建材意外と少なくて済むんだな建材取らないとやばいこれだよね建材いやーワーカーとか足りねえぞ今802人いる石炭が大幅マイナスあと1回で ダストタンクを作れる石炭が今備蓄ギリギリあるあと5あと5あと五。はい稼働中止ダスト炭鉱空空だわ若いいるんで今。 そうだよ、それは忘れてたな若いるんだったら石炭取っとけっていう感じだったんだな今なあでちょっとフロスランドそこね来た壊れた機関ドレッドノート大型機関車の副機関が打ち捨てられているその内部に上機規格が残されていた 大寒波よりも前に作られたそれは現在の我々の技術では再現不可能な代物だ前作時点で蒸気化作れなかったからあ作れたんだっけなんかあの倉庫から取り出すことはできたけど作れなかったよねもうロストテクノロジーなんだね氷の割れ方からこの大型機関車はかつて凍りついた港に向かっていたようだ後で戻ってこようか残骸 ブラストランドチームが5人減るやるよはい次いけんのこれはてな。今えっと。帰ってきてる待って待って待って分かんない分かんないわかんない分町へ戻る情報企画はい回収 んこれ全部やれんのあとで戻ってこい説得おおなるほど熱がないから今戻っても無駄でしょっていう感じ放棄された炭鉱かつて子供たちが住んでいた炭鉱施設時を経て彼らは成長しニューロンドンの市民となった 残っていた作業員にはキャプテンによって帰還命令が出されていたが、立候補にはまだいくらかの石炭が残っているはずだ。入り口につながるトレイルはひどいありさまだが、我々はキャプテンがその改善に使おうとしていた建材を保管していた倉庫発見。建材持ち帰ってもいいし、石炭の採掘再開。おー、建材300か。うーん、わかんねえ。直せってことだよね。トレイルってなんだ、トロッコ 石炭運ぶやつまあ、これ。トレイルを接続。フロストランドチームっていうのは中継基地を作ると増えていくのか。さっき15人いて、で、今5人が持ち帰ってきてるんだ。蒸気客を。残り10人いるっていう感じなんだ。で、その10人使って、トレイルを接続。トレイルっていうのはレールのこと。 高架輸送路ってのもあるんだまあ、とりあえずこれでええどどういうことトレイルちょ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 わかんない待って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 ってって ちっともわからんなんか出るトレイル集落アイディア集落暖房関係なくね集落トレイルトレイルあったトレイルはフロストランドの地,底地点間で資源を送ることができる基本的な連絡通路 遠征基地の稼働に必要このウニャウニャボタンをクリックする建設を開始するにはウニャウニャボタンおうんこのニューロンドンの円の中に入ればいいの基地から伸ばして。 時間ごとに建設されるコストコストあー建材とかなんかがかかるんだで、トレイルの上位五間の高架輸送路も建設できるようになる分かったよな分かんないよな分かったトレイルを接続えどこに持ってくるこれゴールが分かんねえ これがゴールあそもそもこれかあの中継基地がこれなのか物流地区ここだから左のあーなるほどなるほど建てる位置間違えた感がすごいねこれトレイル こうかこれで多分届くんだん乗客が帰ってきた届いたってこと聞いちったよ乗客はいジェネレーターのアップグレードや先進的建物の建設に必要ほぼ不可能だから作れたりするのかもね現在の環境では同等の品質で製造することはほぼ不可能 あ、でもできないって書いてあんね。追加の乗客は探索のみで手に入る。はい、OK。で壊れた壊していいんだね、これね。解体する。はい、もう残りないから。半分になるって書いてあったけども、半分になったらゼロになったね。で、ここにダスト炭鉱。259周しかない。これ。 71周しかない出したタンクないわ熱印と建材が足んないさっきのあれか石炭を運ぶあのトレイルをつなげるのに建設熱印使ったのかであ研究終わってるえー、っと一応これね採終地区に 製材所のなんかを建てるとおそらく生産量がぐわっと上がるからそれを研究しよう。のための熱因がないわ。もらうかまた。劣化度が増えちゃうんだけど、熱も、熱がすげえ増えんな。疾病増加、ワーカー400人。こっちかな。未処理木材。 やって熱印がなくなってあと建材が40熱印は待つしかない建材が40あるからダスト炭鉱は立つんだけど建材取んないと終わるんだよねこれダスト炭鉱ダメだお金もらおうあーやばいゲージが赤い対立になっちゃったよ ウェイスキーパーズくれるくれるわ。もらって、6名離脱。<laughs> 関係が悪化。で、これで、ダストタンク立てます。解体中。石炭マイナス。これ、やってんだよね。忘れてたけど。オーバードライブが、マックスになるとどうなるんだろうね。 上企画格が2個。でもこれ使い道が健在ゼロ。疾病増えてきた病院もやんないと、あ、ちょっと上がるでも。あと、あどのくらいあと、10周ぐらいで温度が上がる。それまでにある程度石炭の備蓄があれば耐えられるっていう感じなのか。温度調査はなんか勝手にやってくれるもんね。ので、病院 病院行くべきだったんだろうなぁ。いやぁ、ちょっと研究が遅いね。あと、評議会で熱意を1でも多く、今6だもんね。1でも多く手に入る、これなんだこれ。ん利用、投票までってこれ何 あれ俺の追放の案出てないもしかしてこのこのゲージんこれは俺やんないといけないのかあこれ研究してたやつかうわーこれなんかその忘れるねあれをやってこれをやって研究してから評議会に出さないといけないとかっていうそのあれがちょっと しかも俺軽蔑されてるしよ。報酬するしかないのよ。いやー、きっついなぁ。ニューロンドローナーズに指示してもらうとして。音質。まあ、あこれ熱いいかな。 これでな、研究する内容を決められちゃうっていうのが結構でかいのか。研究所三代目とかあったかもな。研究に時間がかかりすぎてるな。そういうバランスがあるんだろうな。これにします。で、これを通すと、ワーカーが減る。いくよ。いけるよな、これ。まあ、4人しか不動票がないので、いけます。 まあ可決ですなさあワーカー増えたかい機械優先シフトで今度はこの作動式熱分配設備をやらないと怒られちゃうトイレに行っただけで機械に記録されるそこまでするワーカーどんな感じ あ、あ違うか。あの、必要量が減るのかどのくらい減った減ってなくね別にんあれ減ってないよ別に「必要量減る」って書いてあったよねわかんねえんだこれ決めた法律一覧どこで見るんだ どこ…いやちょっと待ってこれ法律見たいんだけどこれまたクールタイム終わんないとダメ緊張は軽度だけどなんかもう無になってるオーブが無になってるいやちょちょっとさっきのさ あ、あれで見れんのか。この、研究ツリー、研究ツリーの方で、なんかやってるこれだっけ違うな、なんだっけあれ、こっちで研究したやつだっけうわ、もうわかんねえ。もはやわかんねえ。これか。機械優先シフトを、 建物と地区が必要とする労働力が減少って書いたんだけどえなんか別に減ってなくねなんか出てるなはい13歳の鉱山労働者鉱山が崩壊してから寒さを恐れている赤ん坊みたいに扱われるのはうんざり鉱山で働くのが危ないなんてこと分かってたし それでもこの仕事を選んだのは寒さでおばあちゃんもお母さんも死んで兄ちゃんも両手をなくしたからうわ厳しい世の中だだからもし鉱山で火事を防いで死ぬことになろうとそれで誰かのお母さんが守られるならよかったんだ子供だけど大人だなでも誰も私を呼ばなかった誰も石炭を火事から守ろうとしなかったそのせいでまた凍えちゃいそうだようわーん 命を守ったんだけど子供たちのそれを逆に責められるっていうタイプだ俺この子はだから俺がその鉱山を壊したことをちょっと非難してるよね空気を止めてでも鉱山を守った方が良かったよねって言ってるから厳しいですねで労働力減ったこれ あ、1割減ってる。1割減った。他も全部そう ?1 割結構でかいんじゃないここ減ってないわ。なんだ石炭と、これ減った。資材減った。フロストランドの中継地点は減ってない。石炭と資材が減る。なるほどね。住居は減らないよね、もちろん。 減ってないです住居減ってないです食料減らねえんだななんかそうなんだな減ってないわ住居も当然減ってないわ研究待ちかよしじゃあねいい時間になったんで一旦ここまでにしようかいやなんか怒涛のようにやることが連続してきて荒れないこれないそれないってなってきてもう 頭パンクするね。まあ、っていうか前作というかね、一作目もそうだったんだけどね。で、何が必要、これが必要、これが足りなくなるから先にやっておこうみたいなのが、だんだん分かってくると思うんで、まあ、今回ちょっとお先真っ暗感がすごいんだけど、だんだんと効率も良くなっていくと思います。一旦今日はここまでにいたしましょう。続きはまた次回。それではまた。